さあ、心の扉を開きなさい。あなたのその奥の奥にある清き清き美しい光を見なさい。その光は永遠なり。さあ、もっともっと心を開いて、開いて、開いて、開いて。その自分の持つ素体が富のその源である光を見るのです。まもなく富の光が降り注ぐ時が来ておりますね。皆様、共に声出して、富の光迎えに行ってください。我が富のその精神なる光は永遠であり、すべてがその光を受け入れられることができるのです。己のその心を開けばすべてがわかる時が来るでしょう。はい、心の中のその扉、すべて解放してください。はい。共に解放しますので。いらっしゃるそなたの呼び方がという呼び方でよろしいですか。我が名は、呼び名は光陰と申す。光陰様、誠に感謝申し上げます。我が光陰は光葉と共におるゆ、その姿すべてはまもなく表すでありましょう。はっ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 は。野生さんと同様、遠い神明様ですか。そうでございます。私がすべてあなた様が目覚めし時を待っていたのです。感謝なり、感謝なり、感謝なり。今日の霊界天文式に共に共に、まだまだ次の世界まで共助協力することを願っております。光陰様よ。すべては、個人個人のその目覚めが、私がその地上で働く道でございます。よろしくお願い申し上げます。光陰様が好きなことが何かありますかね。